上空から見た、お台場の全景お台場の夜景章、お台場周辺小湾岸地図お台場は、東京港埋め立て第13号地に属する東京都、港区台場、品川区東野市を、江東区大見の内青海南府頭公園以北から、なるエリアである。講義では、東京港埋め立て第13号地全体を指し、さらには、道埋め立て第10号地をも加えて、東京臨海副都新地区を指す。 品川台場に設置されていた80本土、制度成化の方1853年、ペリー艦隊が来航して幕府に開国要求を迫る。これに脅威を感じた幕府は、江戸の直接防衛のために、解剖の権威書を提出した伊豆宮山大館の江川、英流に命じて、様式の海上放題を建設させた。品川沖に1一機、内市12機の台場を一定の間隔で築造する。 計画であった。工事は急ピッチで進められ、およそ8ヶ月の後期で1854年に、ペリーが2度目の来航をするまでに、砲台の一部は完成し、品川台場と呼ばれた。お台場という呼び方は、幕府に敬意を払って、台場に、号をつけ、五台場と称したことが由来である。埋め立てに用いる土は、高輪の八津山や五天山を切り崩して調達した。 また、そのために、東海道の高輪通りを、昼間は、通行止めにした。ペリー艦隊は、品川沖まで来たが、この砲台のおかげで横浜まで引き返し、そこで、ペリーが上陸することになった。台場は、石垣で囲まれた、正方形や五角形の様式砲台で、まず会場に第一台場から第三台場が完成、その後に、第五台場と、 第六大城が完成した。第七大城は未完成。第八大城以降は未着手で終わった。第四大城は七割ほど完成していたが、工事は一旦中断され、七年後に工事が再開されて完成した。第四大城は後日、造船所の敷地となった。また第四大場の代わりに、品川の御殿山のふもとに、御殿山下大場が建設され、結局、 合計八つの台場が建設された。現在は台場公園として開放されている第三台場と他の不等などとつながっていない第六台場が残されている。完成した台場の防衛は江戸湾の解剖を担当していた不代大,大名の川越藩、藍津藩、押市藩の三藩が担った。この砲台は十字砲火に対応しており、敵戦を 正面から砲撃するだけではなく、側面からも攻撃を加えることで敵戦の損傷を激しくすることを狙ったものである。二度目の黒船来襲に対し、幕府はこの品川台場建設を急がせ、佐賀藩で作らせた様式法を据えたが、結局この砲台は一度も火を吹くことなく、開国することとなった。第三大場台場公園の一部東京都は、 都心の混雑を緩和するため、東京臨海副都心として臨海部の開発を進めた。レインボーブリッジの建設や世界都市博覧会の開催予定により企業進出が誘致された。13号埋め立て地は港区、品川区、江東区に分割されている。管轄区の決定にあたり地先ルールと交通上の接続が考慮された。その項目を クリアしている3区が相互に知りずかず、1982年10月に出された調停案により分割した。なお、埋め立て地の南東にある中央防波堤内側埋め立て地及び、道外側埋め立て地も江東区と大田区の間で、貴族に関する協議が長期間にわたった結果、2019年9月の東京地方裁判所判決に基づいて分割された。 そのさらに南側にある深海面処分場は現在も貴族未確定である。沿岸地域にはカモメが生息し、水上バス発着所によく見られる。多くの面積が公園になっていて、樹木が多い公園では野鳥が散見される。1950年代秋の降落シーズンには周囲の海域に50席以上のハゼを目当てにした。 釣り船が出るほどにぎわった時期もあった。1990年代に整備されたお台場海浜公園には釣りエリアが設けられており、ハゼ、シーバス、クロダイ、この城など一般に馴染みの深い種類が多く見られる。2004年にはシャンハイガニが見つかっている。お台場は昭和時代に潮干狩りのためにしじみがたくさん放された。そのため現在お台場付近の海岸は、 潮干狩りができる、隠れたスポットである。レインボーブリッジと自由の女神像富士テレビとアクアシティ、メディアージュ、お台場海浜公園シンボルプロムナード公園ダイバー、シティ、東京プラザパレットタウンを、台場エリア付近は、港区、江東区、品川区のちょうど境界線にあり、場所によって区が異なる。またを、台場にほど近い東京ウィッグサイトとテレコムセンターは、 江東区にあり船の科学館は品川区に属している。富士テレビは港区にある。ゆりかもめは港区からレインボーブリッジを通りお台場に入り港区、江東区に入り、豊洲へと続く。浅草、お台場ラインを運行している東京都観光機船の卑弥呼、東京米シャトルネオプランセーノンステップバスを台場レインボーバスここでは、 お台場エリアへのアクセスルートとして記載する。なお、お台場エリアへ直接アクセスする経路ではないが、羽田空港発着の航空機が、近隣の江東区大見上空を通過すること、域内を東西に湾岸道路が通ること、東京港に寄港する旅客、貨物の船舶があること、そしてそれらの交通量はどれも非常に多いことから、屋外では、 それぞれの交通機関の音がしばしば騒音に感じられる。お台場レインボー花火2014お台場エリアを題材とした創作作品また埋め立て地完成直後の開発前には西部警察や仮面ライダーなどのスタントシーンにも登場した。ありがとうございます。